ございます。うまいよ。白い、おはようございます。わあ、つーもさんありがとうございます。おはよう。今日12月20日なっちゃん、ダムナさんありがとうございます。12月20日お仕事行くね。また後で公園で会おう。楽しみだね。楽しみ。頑張ってください。お仕事。おはよう。昨日の公園。チャーミーさん、みーちゃんありがとう。今日ゲバンドライブ行きます。おお、ありがとうございます。待ってます。しのっちさんありがとう。いや、12月20日といえばもうあと今年も11日、今から予防接種。うわー、頑張って。握手会まであと3日。イエーイ。おはよう。今日は昨日の朝より元気そう。そう、起きてるんです。起きてます。おはよう。すごかった。ありがとう。全然年末感がない。わかる。あ、そうです。稲井修司さんありがとうございます。おはよう。鼻がめっちゃムズムズする。大塚さん、大崎上島の勝さんありがとうございます。クリスマスカード届いてない、多分。ジューローさんありがとう。なんかプレゼントをいただいたんですよ。タイガーマスクさん、チャミさんありがとう。なんかプレゼントいただいて、プレゼントと一緒に送ってもらった手紙はいただいたんですけど、あの手紙だけはなんかね、まだいただいてない。なんでだろう。おはよう。清弘さんありがとう。声聞こえん。髪つやつや。ほんと、オープニングのダンスめっちゃかっこよかった。ありがとう。嬉しい。今日もかわいい。 Thank you。 今日夢に満ち出てきた。あら、どんな夢ですか。おはよう。あ、ST のインスタグラムの道、不意の道。おはよう。元気です。おはよう。昨日の写真可愛かった。
イエーイ。なんでそんなに可愛いの？可愛くない。白い。おはよう。おはよう。今日も朝から見てみると幸せ。ありがとう。おはよう。美白美容液を使い始めて、どんどん白くなってる。レフ板みたいになって。おはよう。カレンダー付きのシカンドスイング。大塚さんにはヘイクありがとう。推しが部屋を片付けると言ってるので僕も片付けます。お、私も片付けます。そんな調子になら僕も使おうかな。細木上島のカズさん、リンジーさん、大塚さん、ありがとう。そう、でもちょっと高いけどね。そう、目がゴロゴロする。でん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 。高いけど効果は違う。うん、12月の愛道さんとありがとうございます。そう、あの生写真が昨日ね発売されて、青いサンタの服を着てます。今日、昨日握手会忘れず支払ってきた。ありがとう。目がゴロゴロ。コンタクトじゃない、夢見てないよ。目がってなった。眠たくないですね。おはよう。ラムドさん、ありがとうございます。みゆちゃん、ありがとう。学校行ってきます。また公園で。お、学校頑張れ。また、明日からセカンドの申し込みがまた始まるね。うん、ですね。マジュラモンスターさん、ありがとうございます。おはよう。まつげ入ったんかな。あ、一体ありがとう。ケンさん、ありがとう。何も入ってなかった。パジャマじゃないよ。はよ、目がい、なんか、うん、おはよう、いってらっしゃい。プレゼント受け取れたかな。なんか公園とかで預けていただくプレゼントは、あのその日にもらえないんですよ。一旦事務所に持ち帰ってから渡されるので、まだいただいてないです。おはよう。そう、
チキンマシンさんありがとう。染めが大変。B 期間そうです、明日からまた。ソラちゃんが朝から家カラオケしてた。元気やな元気やな。カズチンさんありがとうございます。ルイボスティーを飲みながら。 B も少しだけど追加するね。ありがとう。カラオケ機能使いたい。今の距離感心地いい。でも全然声じゃない多分。大丈夫ですかこれ。おはよう。金縛り大変。乃木坂も歌え。そう坂道系も。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張って。イコラムさんも。そうそうそう。おお。リバーブって何？リバーブってあれ？エコー？ワン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 。リバーブレベルワンワン。リバーブレベルツーツー。どう？2がいいって聞いた。これにリサイサートさんありがとうございます。何歌おうかな。一番初め、一番初めって大切よね。あ、曲がかからないとエコーが入らない。そうなの？知らんかった。許可はいらないんですよ。カラオケ屋さんに行くのに許可はいるけどね。すごいすごいこれ。すごいこれ。あーすごいこれ。すごいすごいこれ。革命だ。そうね、わからんね。すごいんですよ。これ黙っちゃうね。曲選びで。迷うな。画面に数字。仲間たちのラブソング。みんな今からチラッついてる。13日の日の日
乃木坂さんばっか見てる。ねえ、シャキッとしてちょうだい。せっかちなカタツムリは太陽の奥。何度目の青空か。ちょっといい曲ありすぎて選べんな。スリーフォールドチョイス、まあいいか。あらかじめ語られます。最初の曲ってどうすればいいんじゃろう。最初、最初って大切よね。すごいこれ。朝っぽい曲がいいね、思った。何があるんだろう。カーテンの中、太陽と彼女と私。AKB さんで行きましょう。ぐるぐる包まれた。ラジオ体操の歌歌いたいな。七時十でも結構7時12分の初恋がいいっていう方が多い気がする。あれ？7時12分の初恋。なかった。これで今いってらっしゃい。紙飛行機で。これどうなるんだろう。今さあれなってる？もしや。あの。ボワンボワンボワンって。
でも7時12分の初恋さ、私カラオケ配信で歌ったことあるよね。おはよう。え、なってない？行きます、行ってみます。会いたかった、会いたかった。行きます。
コインとかでもいいか。イエイ。はよ。すごーい。ちゃんと歌、ちゃんと歌ってみたいな。おいしゃんは？声出てないまだ全然。ガルルにしよう。やばい。海岸線をバスが進む。空は高気圧。これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿。前回にした窓から潮風に乗って、私シグマ女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく。ガルス彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり喜んでくれたり。ガルスパパヤマはいいね、いつも話しいいね。
声が出んな。大きい声出したい。あーこれ、え、歌っていいですか。歌詞も流れてる。歌詞見れないのかな、皆さんから。チューローさんありがとう。イコラブさんもいいの。難しいですね。こりゃ。楽しい。じゃもうちょっと声を出したい。でもちゃんと歌い。やばい。こうすればいいんか。卒業式終わってセンチメンタル、みんな
じゃあねバイバイ。そうだ、写真撮ろうで窓際に並んだ時発見したの、謎の落書き壁にこっそりと消えないペンで私の名前が書かれてた。前はなかったからつい最近のもの、謎の落書きただのいたずらか、それとも恋、このまま残してゆくつもりも時間がないじゃない、名乗り出て告白をしてよ、今すぐに、泣き笑いの渦巻き一人サプライズ、なんでだけど見られたくない、ちょっと恥ずかしい、どうよ、カーテンめくった窓枠の左の隅、もたれて倒す、その走りがき誰の筆跡か、汚い文字はどこかで見たような気がするわ、周りを見渡して様子を伺った、その走りがきずっと好きだった、バレじゃないよね、青春ってあっという間に過ぎて、やり残したことばかり、片思い最後の最後に、切ないよ、楽しい、これずっと歌ってるかもしれんじゃん、これ毎日毎日カラオケしてる。と消えないペンで私の名前が書かれてた、前はなかったからつい最近のもの、謎もなく泣きただいたずらか、それとも恋、このまま残してゆくつもりも時間がないじゃない、名乗り出て告白をしてよ、今すぐに、うわぁ、うわぁ、やばい、カラオケ流れてるの、ここで耳が幸せ、予約とかもできるかな、ごめんなさい。おお、すごいな。あるかどうか試してみた。何が？君にスカイダイブ。もしや。
扇風機ない。ごめんです。扇風機を与えたかった。こんなに46さんメドレーでいいのかな。自分が歌いたい曲ばっかり歌いよる。どうしよう。ちょっと今日はごめん、今日は。土曜の夜は彼と映画に行こう。ロマンスよりもホラーがいい。青春はボーリング、青春は遊園地。好きになったら秋の服デート中。ああ、よく似てる。スリルが
何歌おうかな。楽しい、これ。楽しい。学校行ってらっしゃい、頑張って。ちょっと今ね、AKB さんに戻った。これ楽しい。パパピピプセイパパパパピピプセイ。切っちゃった。ちょっとずれてた？歌えるかな。あ、フェードアウトできる。歩道橋を駆け上がると夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないと分かってるはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。ちょっと待って待って。
ょっと待って、今日の夜歌います。歌い方正解最初のセリフだけ言うことになっちゃった。ねねねねね、知ってるよ。大切さ、欅坂さんあんまり聞いたことないんですよね。あ、二人戦争、春夏で恋をして、二人戦争、二人戦争、秋冬で去ってゆく。一緒に過ごした季節よ、後悔はしてないか。二人ずつ、二人ずつ。欅坂さんを聞こう。でもこれ充電がすぐなくなっちゃう。電電ファッションあるけど歌っちゃダメなんです。48さん、46さん、ラストアイドルさん、ニコラムさんが歌います。一人でいるのが一番楽だった。誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、シーソーに乗っている時はただ相手に汗が。気づけば君はいつも僕のすぐ近くにいるのに、僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったなら、こん
それが恋としてしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かいるって、幸せだ。切っちゃった途中で。待って、歌おうと思ったら歌えない。やめられない今の途中で、閉じて顔を上げて気づくように、居心地が多分いつの間にか影になって黄昏れる。夢を会って数時間忘れるくらい夢中で話した。僕の夢はここではない、どこかへ帰り道は、帰り道は今日は不協和音を僕は恐れたりしない。傷ついたって僕には僕の席があるんだ。キャラは星の夜は眠らない、おほほほキャラはぬぬ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 ぬ。うん、SD 入ってましたよ。でいつも歌う曲。
と飛んだみたい。恋とは出会い頭、タイミングが重要。普通に仲良くなると友達で終わるもの。赤い矢ってたった一回だけでも、チャンスはきっと同じだわ。生活が片付り、今回こそはうまくよく、今まで失敗してた踏み出した展開は、
かった。だって科学的根拠何も何もないんだもん。でも今はちょっと信じてみてもいいかも。素晴らしい未来予測できたら教えて。あんまり曲を知らんな。歌えんかもしれん。ちょっと待ってください。あ、でもね、充電がないんよね。もう充電が10% もないんだよね。そう、ちょっとまた充電してやりたいと思います。多分もうちょっとで切れる。はあ、ちょっともうちょっと歌勉強してから歌おう。「デデデデデデデ」「なぜか気になってる」イコラブさん、イコラブさん手遅れコーション歌いたいんよね。夜に歌いたい。ちょっと朝は声が出なかったので、ここで勉強すれば優しいですね。歌聞きながらだったら歌えるのに、カラオケだったら歌えんよね。して汚れてゆくのを見てるだけ。うん、手遅れ故障。ちゃんごさんありがとう。パンジャラモンスターさん、スランプくんありがとう。君に似合うと思ったんだ、グレンチェクのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。会社行ってらっしゃい。おしめ、イエーイ。お鍋さんありがとう。イコラブヌは伊藤まりかさん入ってなかったです。
にっくんありがとう。それでは僕らの制服クリスマス、なっちゃんありがとう。30分までやります。夜配信できる、できます。 STU は暗闇瀬戸内思い出せて、ペダル誰好きがあった、の5曲でしたね。曲的にじゃなくて充電がやばいから、もうあのイヤホンがね、イヤホンが iPhone で充電とイヤホン一緒のとこに挿すから一曲いけるとかじゃなくてマイクが挿せないんです。ああ。だから無理です。ゆきさん、チャーミーさん、石剣マシンさん、ありがとうございます。戻った？今iPadつけちゃった。 iPadでやろう。デブニアさんありがとうございます。今どっち？ソロハちゃん、どこだ？お仕事行ってらっしゃい。チュンチュン。
とだよ。赤いランプついてる方。何赤いランプって。iPad 最近見方がね、なかなかわかんない。赤いランプって何？お仕事だ。確かにライブランキングで見た。ライブランキングってめっちゃ便利ですよね。え？だーい。ソラハちゃんって名前変えた？それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、昨日のスタジオ公演夢じゃなくてよかった。さん、ありがとう。夢じゃないですよ。ありがとうございます、来てくださって。12位、まさみくん。11位、イシケンマシンさん。10位、ツーモさん。9位、天然ガラスさん。8位、ソウさん。7位、アモズさん。6位、リンジーさん。5位、レトコボリンさん。13位、イシケンマシンさん。12位、昨日のスタジオ公演夢じゃなくてよかったさん。11位、チャンゴーさん。10位、天然ガラスさん。9位、ソウさん。8位、アモズさん。7位、ツーモさん。6位、リンジーさん。5位、レッドコボリンさん。4位、ダダダダムドさん。3位、大塚さん。これツッコミだったんだ。ツッコミでもないか。光？2位、アブリカルミさん。そして1位はドゥルル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 ジャーン、ジャーミーさん。いただきます。
うん、白くなるこれね、え見てズボンがめっちゃ可愛いの、私の今履いてるズボン可愛くない？はい、今日のラッキーナンバー22はドゥルル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 ルあるのか。デブニアさんありがとう。ズボンニア、ズボン可愛いね、見てニア、ありがとう。みちゅり、みちゅりますつび。それでは、今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。タータンチェ。充電の減りが早かったカラオケ配信。私もまた来年、また来年、来年、もう来年なのか。私公演楽しんでありがとう。ファイトラブ、ファイトラブ。今日一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、おー、はい、それではまた今度の配信で。バイバーイ。多分夜です。次の配信は。またねー。ありがとう。また。うん。こんばんは。こんばんは。おやすみちゃん、早いですね。公演お疲れ様、ありがとう。髪型可愛い、ほんと？ここを編み込みしてるの。今日公演ありがとうございました。ありがとう。っていうパイね、可愛いでしょ。ペルーサさん、イスケンマシンさん、スカパラダさん、ありがとう。ピカチュウの Z ワーザマジなの、マジだよ。なんか何しようかねってフクちゃんと話して、でフクちゃん Z ワーザしようって言って、 Z ワーザってな、何って言われて、でなんかちゃんとしたのは覚えてなかったから Z ってして、ピカチュウのこれ Z ワーザ入ってたから、こうやってこうやってやってた。ほんまー、公演お疲れ様、ありがとう。初めて来ました。お、ありがとうございます。フォローお願いします。編み込み似合いますかね。ビルマさん、ナンくん、ツーマさん、リョウヘイさん、ありがとう。今日愛犬モカの誕生日、おめでとうございます。モカちゃん東京着いちゃった、寂しい。東京
ももさんありがとう、オルフレさんありがとう、みちやったぜ、追加公演いけるかも。お、あのさ、スタジオの追加公演もう発表されましたね、イエーイ、嬉しい。今日も世界一可愛かったし、イエーイ、楽しませてくれてありがとうが深い、ありがとう、嬉しい。バイト終わりました、お疲れ様、こんばんは、今日はありがとう、あ、ありがとう、今日も大好き、おやすみちゃん、おやすみちゃん、こんばんは。誰のお靴でしょうかしらね。最近みちが気になる、あ、よく来てくれますね、ありがとう、こんばんは。君が好きだ、たとえ振られたっていい。大崎上島のカズさん、ねるちゃん、すねさん、タイガーマスクさん、ビルマさん、ハッシーさん、ありがとう、かわいいよ、本当に好き、絶対かわいいって、なんでさ、かわいいのいいをさ、いいにしたんかね。なんでいいにしようと思ったんじゃろ。ラッシュくん、りょうへいくん、ありがとう。ねえ、だって、うん、今日楽しかったね。昨日も楽しかったし、おしゃれよね、やっぱ分かる、私もおしゃれだなって今日の自分おしゃれだなって思った。かわいいコスティカーの FNK、 革セットはかわいすぎるな。スカパラダス、今村剛さん、ありがとう。靴チェックでかわいいっすね。ね、でしょ。みつきちゃんずっと見てました、あら恥ずかしい。哲学、違う、なんかさ、かわいいってさ、感じでもいいじゃん。なんでさ、かわいいにしたんだろう。今日の声見て、やのんちゃんとの絡みめっちゃかわいかった、ありがとう。のんちゃん今日、のんちゃん今日すごかった。いないしゅうじさん、ありがとう。今日ゴージャス、確かにね、服とこのネックレスと髪型、今日巻いたんよ、その効果ですね、絶対。さっき会ったばかりなのにもう幕張が待ち遠しい、ありがとう。私も、何だった、うん、サイアンドコーダ最高、ありがとう。いわちゃん最高かよ、いわちゃん最高かよ、これにしよう。クマ3匹分じゃもんね。カズーさん、ハッシーさん、ありがとう。なっちゃん、ありがとう。ね、最高、すごい。今お代理さんに伝えたい一言、私が部屋の掃除を早く、ちゃんと早くするから、そうしたらスプラトゥーンを練習するので一緒にしてくださいって。スカパラダさん、ケンさん、ありがとう。痛い、ありがとう、最高かよ。HKT さんのライブ、スターシルコサンドちゃん、今日の髪型可愛かった、本当？そう、どうかな、髪型って迷いますよね、いつも。スマブラ持ってない。チャーミーさん、りょうへいくん、ありがとう。これはね、ここを編み込み編み込み編み込みして、ここでもうね、ゴムで留めとるんよ。あの、何ゴムだっけこれ、あのシリコンゴムっていうのかな、それで止めてるの、ここでもう
を最後まで見る。お、寝ないで。そうそう、確かにツインテールみたい。こうしてみたら、ユースさんありがとう。これかわいい。編み込みしてる。ふーちゃんにもかわいいって言われてる。あのね、ツイートする。やっと東京着いた。お疲れ様です。元気だ。おー、前髪乱しながら激しめに踊るのかっこよくて好きって感じ。ありがとう、可愛すぎて辛い。 Thank you。 前髪最近よく浮くんですよね。なめろうさん、大崎上島のカズさん、ありがとう。いよいよ握手会が。もうちょっと、今日トロブさんに2回も間違えられたらしい。そう、今日明るくて元気に見えます。ありがとうございます。明日ママに同じ髪型やってもらう。じゃあなんか分かりやすい自撮りのしときますね、後で。今日めっちゃ可愛い、ありがとう。今日ね、もしかしたらね、ショールームのフォロワーさんが1万4000人を超えるかも。目指せ1万4000人にしよう。マミムネザザセセ目指せ1万4000人。あー消えた。もう目指せ1万4000人。これ難しいよね。一回違うとこをちょっと間違えて押しちゃったら全部消えるんよ、今まで打っとったやつ。よし、ひろしちゃん姉さんありがとう。ほうたくんありがとう。ちょこっとちょんのすけ、ちょこっとちょんのすけさんありがとう。その人かわいいね。かわ F でしょ。あと15人あら、さっきより近くなってる。好き、ありがとう。一押し、ありがとう。あー、ともひろさん、ラムナさん、ひろしのねさん、ありがとう。はるじいこさん、ありがとう。今日はちょっともうね、フォロー外します。ひどいいいのみ、実はおしめんです。うそー、嬉しい、ありがとう。りょうへいさん、りょうへいさん、ひろしのねさん、ありがとう。外さないで。何を、あら突然バタバタ。ノーエマンからファンになりました。ありがとう。たらこと明太子の違いが分かりません。たらこはマイルド、から明太子が辛いんよね。その服めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ねえ、いわちゃん、ひろしってやんでさん、りょうさん、ありがとう。最近ね、こう首を傾けたらね、首がミシミシって言うんですよね。なんで首がミシミシって言うんだよね。なんでだと思います？減ってる。あら、減ったの。減っちゃったか。まあしょうがない、いつかなるさ。ミシ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 
減ってるの。京平さん、しなっちさん、菊池さん、りょうさん、ありがとう。なんかね、鳴らさないポキーじゃなくて違う、ミシミシって感じなんですよ。なんでなんじゃろうね。今日いつもとそう違うの位置。ちょっとね、動画をここで見よってからさ、あの朝そのままやっとるけん、ちょっといつもより近めになっとる気がする。どうですか、近いですか、いつもより。麦茶さん、ありがとうやばそう。コナミって小学生並みの感想でしょ。名前覚えて書いてるの嬉しい。そんなことない。 iPad、 そうミニオン見てた、さっきまで。かわいかった。この角度めっちゃいい。ほんと？今日からミチのこと知っていきます、ありがとう。発祥でお好み焼き食べてよ。ポスターありました。お、発祥、いいですね。発祥のお好み焼きフラワーフェスティバル。トナカイがミチの位置に向かって飛んでるみたい。確かに。あたまにうちのハムスターに見える。ハムスターに見えるの、あら嬉しい。発祥、発祥、発祥の嬉しい。ひろしって呼んでさん、りょうさん、はっしーさん、ありがとう。かわいい子してかわいいやんけくま吊るし上げてないです。今日は楽しかった、ありがとう。横を向いたら髪の毛がどうなってるか分かった。ほんと？今村さん可愛くなった。本当？可愛くなりました。うん、やだー、やめさせてよ。あー、ダメですよ。元から可愛い、ありがとう今日のニットはめちゃめちゃおしゃれ。今日のニットはおしゃれ、ありがとう。可愛すぎてショールーム見るのしんどいです。あら、 Thank you。 まーちゃん、くま、ありがとう。んー、ライド、ライド。なぜか最近よく見てる。あら、こんにちは。顔丸い。そう、ニア止まらん。ういみつきたんって寝る前に世界平和願ってそう。みつきたん、みつきたん面白い。羽田修二さん、ありがとう。羽
初めて見たけど可愛いじゃない、ありがとうございます。そう、ありがとう。あざとい道が好き、あざとく。マッチさん、ビルマさん、ありがとう。ヨヘくん、ありがとう。未知のモバメってどん、未知のモバメってどんな感じですか。どんな感じだろうね。いつもと髪型違う。そう、公園があったからね、おしゃれにしてくれてます。今度初めて握手行きます。あ、ありがとう、ひでおさん、待ってます。あー、ヤッシーさん、ヤッシーさん、どうも、ありがとうございます。よよよ、ありがとう、アリス。よっよ、かずまるくん、ハート、ありがとう。モバメはなんかもう幸せ、嘘、幸せ、こもり歌できる。確かに今日、今日なんか顔がさ、モバメ取ろうか悩んでます。でも300円以上400円以上のものを送れるように頑張るのでぜひ。で、多分ね、楽しいと思う。ぜひ。誰の靴なのか教えて。あれはね、おふうですよ。あれはおふうの靴だったんです。フォローしました、ありがとう。いつも見てる、嬉しい。アプリも娘にしたい。嘘、ブリシャブ食べたい。それな、食べたいよね。りょうさん、ありがとう。取った方がいいよ、迷うんだ。みちは発言も可愛い。自分最近メール食べがち。どうしたの。あと22人、あと22人なの。あと15人だったのに。モバメ取らなくてもツイッターで十分かも。でもね、ツイッターとちゃんとメール写真分けてるしね。あのメールはいろんなメンバーのしたり、ちゃんと自分の普段の話とかはメールで送ってるので、あんまりツイートはなんかお礼とかさ、そんな感じのことばっかりだけど、伝えたいこととか普段何してるかとかはメールで送ってるので。そう、分けてますので。ぴょんぴょん跳ねながら手振るののファン。ありがとう。後ろまで見えるよね。ツイッターにダンス動画上げてくれるの待ってます。上げたいんです。そう、上げたいと思うんだよね。今日は何の日かが嬉しい。あれ、ありがとうございます。去年の6月頃、夏の終わりまでに5000人目標って言ってたのに。確かに。ともひろさん、ひろしてんです、ありがとう。長文すぎる文章を飛ばして写真だけ見てるよ。私のメール？それ絶対違う、絶対違うよ。誰か違う人と間違えてますよ、私のこと。絶対違う。ね、長文ではないよな。
あ、じゃあ長文の時もあるけど、でも長文じゃない方の方が多いかもしれないかもしれない。え、でもなんか見やすい、なんか見やすい、あの内容ない、内容なくてなんかベーンって言ってるわけ、あのバーンって言ってるわけじゃないんだけど、そう見やすいようにやったりしてる。間違えてないって嘘だ。自分のに長文って言っとったらもっと長文の人すごいよねえ。嘘だ嘘だ嘘つき。内容がこもってるから好き。嬉しい、ありがとう、優しい。ノーエマ見てからメール取り出した新人です。ありがとうございます、嬉しい。久保さんのブログで修行するべき。本当は撮ってないんじゃないの。あ、そうかもしれない。だいぶ短い。え、なんかね、今日はでもなんて言えばいいかわかんないやつが、みなみんのだ、みなみんのメール。最近本当に仲良くしてくれるみなみん、イエーイしかない文章2行これで長いって言われたらびっくりよ。短編小説いいね。写真ばっか載せるんですよね私。そう、写真ばっかりなの。でも文章も書きますよ、ちゃんと伝えたいこととか。挑発で気を引くタイプのコメントだったんですね。ヤッシーさんどうもありがとう。嘘だ、2行は長い嘘好きや。配信で遅れた4よ名前。おー、たらこね全部食べれなかった。みーちゃんが最近すごく道からやってくるって言ってた。そうそう、珍しくひなちゃんと一緒。あ、お久しぶり、みーちゃんさん。1万4000人になったら何かするの。いや、そういうのは何も決めてないな。5000人になったら何かしようか。扇風機使ってない扇風機が映っちゃったよね。僕を奪いながらこの胸で、目標の1万5000はさすがに厳しかったね。1万5000目標でしたっけ。チューミー、あら、イエーイ、みなみんだ、バイバーイフォローしてるよ、私もしてるよ、バイバーイ、ありがとう公園でのヤブソンよかった。え、嬉しい、ヤブソン。カズリンさん、キョウちゃん、リョウさん、ありがとう。え、偽物、嘘だ。読めてないメール読んでくる。
バイバイしたのかな。みなみやたら帰らす。え、だ違うんよ、メンバーに配信見られるの恥ずかしくない？受験今日のメルイメキには、うん、ありがとう。ね、恥ずかしいんよ。そうなんよ。りょうさん、そうさん、ありがとう。いていい、可愛くなってね。ほんと今日すごく可愛い。そうかしら。明日一限だから寝る。おやすみ。おやすみっちゅー。頑張ってください。麦茶さん、りょうさん、ありがとう。そうビラリンがみちの配信見て勉強したって。うそ、ゆらさんと私の配信似てるかな。絶対勉強してないでしょ私の配信で。見ただけでしょ絶対。見たとしても似てなくない？似てるのかな、わかんないな。うん、バイバイしちゃった。明日の朝も豆とる。ありがとう、かわいいね。ありがとう。みちは他のメンバーの配信見ないの？見ない。見る。どっちやねんって感じ。それ見るんですけれど、あんまり、なんだろう、見るけどね。萌えゼリフ配信してメンバーびっくりさせよう。やだ。ミルキーさんに似てるって言われない？たまに言われます。めっちゃ嬉しいです。でもミルキーさん好きだ、好きなんです。あざと村、私？ありがとう。見てるけど、そうそうそう。最近はちゃんとコメントもせんくなった。ちゃんとじゃない、普通に。もうダリオさんの配信はもうあれよ。通知が来たら即行くよ。こんばんは。間に合った、間に合った。アシとミチって名前似てるね。でしょ。そう、だからミチュっていう名前がね、そんなに好きじゃなかったんだけどね、アシュさんとね似てるからさ、好きになったの最近。今日も楽しかった、ありがとう。私もミチのジッパ笑顔がそっくり、本当？イエーイ。ネガ釣り師、そうかし。久しぶりに来ても覚えてくれてるあたり、もちろん。意外と記憶力がいいんだよ。オダリナさんのワード出た瞬間に早口になる。本当？なんちゃら反応じゃね。何反応？情景違う、なんだっけ。シルとミチも似てる。755ももちろんフォローしてる。おだいりなさん もちろんですよ。天然の釣り師、そうかな、そんなこともないけどね。おだいりなさん通いそう。もう私も行きたい。おだりのさんね、和田ちゃんにはみちゅって呼ばれてますよ。眠いのでおやすみちゅ。あら、ぐっすり寝てね。エリエリ王からのみちゅみちゅ王。みちゅみちゅ王、みちゅみちゅ王ってすごいな。
なんか普通に一般のアカウント、一般のアカウント見るだけのやつ。すずめさん、くま、ありがとう。すずめさん、くま、ありがとう。りょうたん、ありがとう。おだりれん行ったら道をたいて笑ったことある。行っていい。なんかでもおだりなさんはきょうちゃん、ひらしさん、みゆちゃんのみちゃん、ありがとう。みちゅちゅみちゅちゅみちゅちゅスカパーナさん、がんぺちゃん、ありがとう。おだりなさんにね、いつも握手会の時にご挨拶に行くんですよ。ご挨拶に行ったら握手会の時に毎回毎回、今日はねみちゅの彼氏何人来たよみたいな、なんか私の霊園にいつも来てくださる方がおだりなさんの霊園に行く時に、なんかおだりなさんの霊園にいつもみちゅがお世話になってますって挨拶をしに行くときに、なんかみちゅの彼氏ですって言ってね行くらしいんですよ、皆さんが。だから今日みちゅの彼氏6人来たよみたいな、でそうなんですかって言って、みちゅの彼氏じゃなくてみちゅのペットも来たよみたいな、全部ねお話ししてくれるの。そう面白い。見て見て、可愛くない？この私の待ち受け、おだりなさんが壁にくっついてるの。これ私が撮りました。めっちゃ可愛いんです。そう、逐一言ってくれるんです。ありがとう。ちょっと動画に音つけるやつどれだっけ、動画に音つけるやつ。暗闇の中でね、いちゃいちゃしよう、13日の金曜日、何かが起こりそう。あと2人。そう、中野郁美さん、そう押してくださってるの嬉しい。ん？さっきお父さんです。明日感謝枠取ろうと思います。あー、そう、明日感謝枠、明日からなんですよ。 B 日程の B 日程申し込み、 B 申し込み、中野郁美さんのダンスめっちゃ好き。到達したら1万4000回腕立てしようや。全部見届けてくれます。みちのおかげで久しぶりに48グループに興味持った。え、ありがとうございます。嬉しい。明日から B に行って、確かに確かに、フォローしました。お、待ってます、待ってますありがとうございます。感謝枠がね残ってるかどうかはまあよくわかりませんが、 B 日程握手会受付の B 日程がまた明日から始まるので、ぜひぜひ東京、大阪、広島で
握手を行いますので、 ST48 のセカンドシングルの劇場版の記念大握手会、記念握手会、記念個別握手会がありますので、まだとまだ最近めっちゃ最近気になり始めたよっていう方とか、いろいろな方、あと感謝枠があれば、感謝枠が B 日程から受付可能なので、ぜひ私は向こう側に音をつけていく。感謝枠っていうのは、あのね、感謝枠っていうのは、あの1日7部 ST48 の握手会があるんですけど、もともとその7部中空いてるのが5部なんですよ。でその5部空いてる中の握手券が、握手券を皆さんが、あの会いに行きたいと思ってくださった時間分が、あの規定に達せば、もうこのまだ開いてない2枠が開くんですけど、この5部は普通のっていうか、握手、あの笑ってじゃなくて、お話しながら握手する、あの握手会なんですけど、この5部が、全5部が規定枚数に達した暁に出てくるこの枠は感謝枠って言って、で一つはあの 100% サインがもらえるサイン会、一つは 100% 写真が撮れる写真会が、そう出てくるんです。で合計1日合計7部あるんですよ。そういう仕組みになってます。いや笑わんくてもいいよ。規定枚数言ったら、なんか規定枚数をさ言わんほうがいいかなって思って、笑わんでいいけど、みんな笑っとるじゃん、笑顔じゃん、みんな笑っとる意識なくてもね、にやけてますもんね。愛知行きたいです。見てみると笑顔になっちゃう。私も真顔対決しましょうか。動画のさ、音の消し方ってさ、わかります？これビルマさん、ありがとう。SK 劇場さん行きたい。自然と笑顔になるってこと、そうだよ。待ってるのは私より幸せな時間だよね。前メールで送ってきた握手会の顔どんなんだっけ。ギターやってます。陽平くん、ありがとう。あと2人、そんなあのあれだよ、そんなあとちょっとだ、あとちょっとだって、
ならなくても。BGM。麦茶さんありがとう。ともひろさんありがとう。がんぺいちゃんありがとう。今日目が覚めてる自分も。これかわいい。さあ一緒じゃん。なんか楽しそう。超カタツムリ感。わし？これも聞いたことある？確かにフォートナイト。これいいっすね。わあいいね。声が入った今の。メリークリスマス。これがいいな。動画の音は消せんのかな。自分の笑い声だけ入っちゃう。
かもしれない。よし、麦茶さんありがとう。ラジオみたい。確かにラジオ好きなんですよね。お、14,400人。すごい。なんでそこだけ残るのかね。がんぺーちゃんありがとう。すごい、音楽にノリノリにしてたら。ありがとうございます。イエーイ。劇場で うさぎ、うさぎおいしい。よし、トゥルン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 トゥル。眠い、起きてください。がんぺーちゃん、つーもさんありがとう。バイト休憩の前、お疲れ様です。スカパラさんありがとう。明日はお天気お姉さんです。フォロー14,000人超えた。ありがとう。ラムダさん、レイちゃんありがとう。今日いつもよりそう光が激しい。で、最初ここにおったけん、なんか光激しくしたらいい感じかなと思ったけど、近づいたらね白くなるね。そうだからこれでない。そうなの。かのやま、かばなとしか。がんぺーちゃん、ミラニスタ19号さんありがとう。なんでツイッターにしてるの分かった。お休み中動画撮らなきゃ。萌八の耳すごいね。ねえ、お天気お姉さんってなんちゃん、広島でやってる番組なんですけど、広島ははっちゃん。今日は色素濃い。本当？広島ははっちゃんね。えいつ。キヨさんありがとう。こうやったら髪型見れるかな。どうやって見えるかな。ここめっちゃ巻きが取れてない。そう、いつもにあんまりしない髪型。
アッシーさんありがとう、ナン君ありがとう、ブリコッポ嘘。あざとい、あざとかった？髪型をどうやったらねいい感じに、縦の方がいいか、自撮り中だ、お終わったら映るんじゃろう、もうハッシーさん、大崎上山のカズさん、なんくんありがとう、あずたい、難しいねこれ、横向いた、太った、なんか横向いたら、上から撮ればいいのかな、撮ってる、あ、こういい感じ、これなんかさ、ほら首がさ、ほらこうやってやっといけんかな、あ、横こう体前でこうやってこうやって撮るけんか、横こう向いて撮ったらいいんか、この角度痩せてる、嘘、どの角度、太ったんやね、ああ、ピンが映った、あ、綺麗に見えます、これ綺麗じゃない、難しいね髪型取るのって、これが良い、あ、こっちがいいか、難しい、笑顔バージョンもちょっと、笑顔バージョン、はいチーズ、はいチーズ、上、真上、どうこれ、これどう、これ、あ、すごい、めっちゃ画面がめっちゃ光ってさあ、上からの私
ありがとうの日。それはダメ。なんで？一番わかりやすい。上から。あ、この図入ってるのがバレる。あ、充電してるのもバレる。よいしょ。あ、いい感じ。いや、良くない良くない、全然良くなかった。以上。髪型、今日の髪型がね、結構気になるって言ってくださる方が多かったから、なんか写真を撮ってね、載せたかったんですけどね、どうやったら伝わりやすいかなって思ってね。これいいんじゃない？これこれいいじゃん。これにしよう。じゃあツイートしながらちょっと配信しますね。きょうちゃんありがとう。ケンさんありがとう。ドローン飛ばそうか。人って書いてある。嘘、どこ。前髪綺麗ね、思った。上手じゃない。しのっちさん、みるまさんありがとう。せっかちなたたずむり、ティ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 。ビルマさん、しばっちさん、徳島のひーくんさん、ありがとう。ドローン声萌え、ありがとうございます。寝台列車、ゆるりとリップ、ありがとう。ママに怒られる。あやだ。大丈夫。ありがとう。髪型、前髪も綺麗だけど、それよりみちのお顔が綺麗だよ。ありがとう。私も乃木坂好きです。私も好き。いい声。いい声で喋ろ。みちの監視枠まだ変えない。明日からですよ。寝台列車。しばっちさん、ありがとう。寝台列車、笑ってる自分が不細工。受け取ろう。笑ってちょっと不細工なんです。ありがとう。一瞬ミルキーさんに声似てた。嘘、声？声は。
まやくんありがとう。甘やかしたい、ほんとよ、甘やかしてくれてます。んうん、私の自撮りばっかりさ、ツイッターに載せたらさ、おはよう、おはよう、おはよう、いらんかな。これと。これとこれと OK。 モバメは写真違いますよ、もちろん。ワンワンツー、口が開く。魚たちのラブソングはそうきっと存在するのでしょう。いい感じ、いい感じ。今日の髪型が、握手会行ってもいい？ぜひ待ってます、ありがとうございます。徳島のひーくん、のあやくん、ありがとう。今日の髪型が好評だったので、髪型が分かりやすい写真を載っけます。なんか感謝枠取ります、ありがとうございます、ツイートしました。なんかあの私もいつも芸能人の方に憧れて、このアイドルさん、このアイドルさん、この人がつけてる時計は何なんだろうとかめっちゃ調べたりする、調べるっていうか、なんかめっちゃではないけど、なんか名前、お名前、時計とかで調べたら、だいたいヤフー知恵袋とかにこの人がつけてるこの時計はどこのですかみたいな出てるじゃないですか。そういうの見たりする人だったんですけど、でも自分もそっちのその憧れられる方に立てているのかなって、今 STA48 になってるから、そうなってるからね、憧れられる側に立てたのかなって思って、自分も自分の道を歩もうと思いました。最高。
そう、未知のメイク道具とか気になる、ありがとう。そう、うん、参考になる人になり、なろうと思って。そう、香水使ってないの。ホタテ様ありがとう。今度髪型真似するね。してね、握手会でしてきてね。腕時計ね、あんまりしないけど、したいなって思って最近。ソウさんありがとう。そうだから。したいなって思ってるから。ちょっとね、腕時計も、あの腕時計もね、そう、持ってるやつがめっちゃ可愛くて、でもなんか普段着がおしゃれじゃないけんさ、つけるときがね、おまゆじゃないですよ私。みちゅが行ったお店気になる。レクト？レクトもうね、みちゅが行ったとこに行ってみた、行ってくださってる方がいた、今日行ったよって、今日お見送りで言ってくれてね、おー早いって。ラパンさんありがとう。腕時計ってかっこいいよね。レクトに行った日って自分レクトに行った日にレクト行ってみたら、あのね、レクトでねスプラトゥーン買えると思ったらね買えなくて、だからレクト行ってその次にアウトレットにはしごしたの。レクトからのアウトレット、車があったら行きやすいんですけどね。レクト言いたいだけじゃないよ、次の言葉が出てこなかったの。そう、車があったら行きやすいんですけど、そう、レクトからアウトレットに、公式の T シャツ、そう着てますよ、よく私。レクトからアウトレット確かにかっこいいね。ボディクリームは使ってない、あのね、ベビーオイルがいいですよ。ベビーオイルいいよって千穂ちゃんが言った。千穂ちゃんもベビーオイルだけ、ベビーオイルに染まっていきましょう。そう、一緒、おお実質だ。そう、ツイッターかわいいよ、ありがとう。ツイッターの横顔写真かわいい。横顔写真載せたっけ。最近大きいテレビ買ったからスプラトゥーン買おうかな。いいな。それ同じやつポチった。それって何？働く細胞まだ見てない。サイキクスをずっと見てる。あ、ベビーパウダーの話か。レクト。確かに。ホーポンさんありがとう。I like you, thank you. I like you.女の子に人気そうな髪型よねって。男の子は上野さん、クマありがとう。クマ、クマありがとう。サイキクソ好きです、とってもオフみんなオフして
白い仕事着のみくちゃん、ほうぽんさん、ありがとう。大恋愛めっちゃ泣いた。ドバドバ泣きましたね。オフ言えなかった。ゆうさん、ありがとう。今日もメイクしながらサイキクスをずっと見てた。チャーミーさん、クマありがとう。クマありがとう。お クリスマスっぽい。道丸フォローしていい、ぜひ。握手会行ったらオフなるかもしれん。私はね、テルハシココミちゃんにサイキックスオの災難っていうあのアニメがあるんですけど、その中でヒロイン的な役でテルハシココミちゃんっていう女の子がいて、アニメでもいつもオーラが出てて黄色い、あの可愛すぎて美しすぎて、あのテルハシココミちゃんに会った瞬間に世の中の男性はオフってなるんですよ。そのオフオフ、可愛すぎて なるんです、オフってそう。ともひろさん、ありがとう。可愛いかな。のんちゃんに毎日オフしてますのんちゃん粘土大好きニセ恋の実写でパルルさんね。でもサイキクスの災難はもう実写版されてて、テルハシココミちゃん役は橋本環奈さんだったんですよ。可愛かった。最近道押しになってきたもん。ありがとう。お、ホタテサマーさん、麦茶さん、ありがとう。オフしてる？みんなみんな。徳島のひーくんさん、麦茶さん、ありがとう。いいよね。最近みちのおかげで12時に寝て7時に起きる習慣ついた。いいなあ。おやすみち。そう、福田監督なんです。そんなに髪引っ張ったら髪の毛剥げちゃうよって言われてるあら、4枚目リアス式海岸ちゃんで、やば。握手会でこの髪型やってほしい。おお、できたらいいね。お、白い仕事着のみくちゃん、大崎上島のカズさん、麦茶さん、ありがとう。いいなって言ったっけ自分今。眠たくなってきた。起きてー。なんていう髪型わかんない。あ、そう、配信おさだってさ、こんな髪もまだこんな状態でメイクもしとるけんさ、それ落とさんといけんじゃん。お風呂とか入ったりしたらさ、12時には寝れないんですよね。だからでも配信好きだからさ、しちゃうんですよね。きょうちゃん、しのっちさん、つーもさん、ありがとう。みちゅー、はーい。そう、今来た。おはよう。おはよう。リアス式かよし。最近5時半まで寝れないんだけど。5時半。今日はテンション高め？
わかんない、どうだろう。すっぴんでやって、朝はすっぴんですよ。今日誕生日だしん。あ、嘘、本当それ誕生日だしんって本当、嘘、本当か。体調悪い、気をつけてください。お大事に。限界の勇気だしん、限界の勇気だしんさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、勇気だしん、おめでとう、おめでとうございます。おめでとうだしん。いい一年にするだしんよ。もう10分しかない、もう10分しかない。あ、あ、あどういうこと？暗くなったね。ネックレスしてる。良平さん、直也さん、麦茶さん、ありがとう。確かに鼻筋すごい。書いてないよ。カバくん、ありがとう。いわちゃん、ありがとう。遅刻回避。何したらいいと思います？セカンドカーク取る信用信じれんのんですけど、ありがとう、待ってますね。お口かわいい、おい、星星、ハッシーさん、ありがとう。2日間ありがとうね、東京帰る、気をつけて、ありがとう。かっかわ、ありがとう。こんばんは。自分の名札、私の顔が女子っぽくて好き、本当？ Thank you。イケメンでしょ。みずほさん、上野さん、ありがとう。唇が薄い。何したらいいと思う？男性のどんなファッションが好き？似合ってたら良いんじゃないでしょうか。トノピさん、ありがとう。クマ、クマ、ありがとう。ワン、ツー、かわいい、ねえ、愛してるよ。 Thank you。 何のポーズしたらいいと思う？スクショタイム。あ、もう大変、時間も。
そうスクショのポーズを。ふーちゃんがこの髪型でツインテールしたら絶対可愛いねって言ってたんだよね。直樹さんありがとう。あと少しで会えますね。嬉しい。寝て寝て寝たら会える。野獣ポーズ。何野獣ポーズって。いや今日メイクさんにリップ塗ってもらうときに顎が出てるよって言われたの。顎が出てるよって言われたけん、塗りやすいために顎出してるんですよって。今日確かにいい感じだけどさ、昨日もいい感じって言ってましたよね皆さん。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ホタテサマーさん。12位植木くん。ベイビー。11位上野さん。無重量。重量。10位麦茶さん。あラブ。9位なんくん。ST48 のだ。8位ひろしって呼んでさん。7位ともひろさん。6位しばっちさん。5位つーもさん。4位タダダダムナさん。3位いまちゃん。すごい。みずき。何でしょう。あ、2位チャーミーさん。だるま。そして1位はドルーじゃじゃん、ヤッシーさん。ももちゃん。ありがとうございます。ありがとうございました。ヤッシーさんとはありがとうございます。13位麦茶さん。12位上野さん。11位南くん。10位ひろしさん。9位りょうへいさん。8位ともひろさん。7位白い仕事着のみくちゃん。6位しばちさん。5位つーもさん。4位だだだだむさん。3位いわちゃん。2位ちゃんみさん。1位やっしーさん。ありがとうございました。ラッキーナンバー22位はドルルルルじゃじゃん、アフロ太陽さん。ありがとうございます。ラッキーボーイ。そう、みちのアバターも作りたいので365日配信絶対したいと思います。今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。ラブイチラポン。おやすみちゃん。あ、お久しぶりでした。またね。ね、お久しぶり。ありがとう。今日お休み中
あれしてないわ、ツイート。悲しい、寂しい。おやすみなさい。